こんにちは、レポーターのアリオナです。今日は札幌市のとあるショールームの取材なんですが、あんまり聞いたことのないものを展示してるんですって。一体何なんでしょうね。調べに行ってきます。アリオナがやってきたのはオフィス家具などを扱う国用北海道販売です。ショールームと聞いてやってきたのですが、ここで、はい、あのショールームがあるって聞いてきたんですけれども、はい、なんかどう見ても皆さんは普通に働いてますよね。そうなんです。一体何を展示されてるんですか？はい、ここはですね、私どもの国用の最新のオフィス家具を展示してるだけじゃなくてですね、我々があの働き方を皆さんに見せているショールームになってます。国用の社員が実際に働いているオフィスの様子を見せるショールーム、ライブオフィスと呼ばれています。提案しているのは次世代の働き方、従業員同士のコミュニケーションを活発にし生産性をアップさせるオフィス作りがテーマです。おー、すごいですね。はい、いや、これはですね、すごく目についたんですけれども、これはオフィスっていうか、もう本当にカフェっぽいですね。はい、コーヒーを飲めたりお菓子を食べたりできるあのコーナーになってますけども、実はあの他部門のコミュニケーションを取りやすくしているコーナーにもなってたり、効率性を上げるために少しあのリフレッシュができるようなスペースになってます。アリオナも OL になった気分で、普通に働いてるテーブルから移動してここに座って、なんか気分転換っていうか、もうリフレッシュして仕事しやすくなってる環境なんですね。はい、はい、その通りです。いいですね。オフィスの中央部分、一見何の変哲もないテーブルのようですが、ここはあの、まあ、普通のテーブルに見えるんですけれども、はい、なんか特徴があるんですか？はい、実はあのフリーアドレスになってます。フリーアドレス、はい、何ですかそれ？はい、グループ間で席を決めずに自由に座れる席になってます。自由に座れるので、他部門とのコミュニケーションが図れるようになってます。国用北海道販売によると、フリーアドレスを採用している企業は全国で増えていて、全体のおよそ2割に達しているそうです。一緒に仕事をしたりすることができるので、かしこまらずフランクにいろんなことを聞けるようになったのが違ったところかなとは思います。うん、コミュニケーションが生まれることによってやっぱり仕事にもつながっていくので、すごいあの充実してます。どうして札幌でこういったライブオフィスをオープンしたんですか？はい、今世の中で言われてます働き方改革が、お客様がどのようにしていいかわからないということで、このライブオフィスを作ったのと、今札幌中心部で開発が進んでまして、ビルが結構建ってます。それでこれからオフィス需要がどんどん増えてくるだろうということがありまして、ライブオフィスを作りました。こちらは座り方に一工夫、同じ部署のメンバーが背中合わせに座っています。いや、変わった座り方ですね。なんかこう振り向くと、もう画面に何があるのかも見れるし、どういう作業してるのかも分かるし、でしかももうこういうコミュニケーションとかも簡単に取れるんですよね。ね。社員同士の会話が増えることで、ミーティングの回数が減り、残業時間の短縮にもつながるといいます。働き方改革への関心の高まりもあり、今年4月のオープン以降、企業の見学が相次いでいるそうです。このライブオフィス、実はこれで完成ではありません。これ改善ボードっていうもので、社員の不自由さを感じたところだとか、これから新しく働き方改革をして進めてほしいっていうものを募ってます。それを実施して、これからの新しい働き方改革をより一層進めていきたいんです。今日は札幌の国用北海道販売を取材しました。これだけコミュニケーションを重視したオフィス作りは驚きました。本当に仕事がはかどりそうですし、
これからはこのようなオフィスが増えていくかもしれませんね。それではまた。До свидания.